中華民国のジャーナリスト、実業家、政治家。新聞の大広報、通信社の国危機器通信社において、記者、経営者の両面で活動した人物として知られる。名はリンダが、地野正幸の方が、一般に使われることが多い。筆名は霊感、霊館、聖館。幼年時代は、暗記省で官職に就いた父に付き従い、安喜び高等学堂に入学した。 父が暗記で病没すると、小松幸は一旦帰郷し、1905年に日本へ留学する。まず、東京高等商業学校に入学し、続いて東京帝国大学で法律を学んだ。日本滞在期間中に中国同盟会に加入している。1911年に帰国すると、最初は裁判官に任せられ、チャンス高等法院。第二。 にわにわ町となっている。民国成立後の1912年、上海で、海みぎが設立した民立図書講師に勤務し、民立法で記事を書いた。翌年、小正幸は、長期乱と共同で、大共和法を創刊し、子は、総編集に就任した。また、五省中国工学で法律を教授している。1915年、吉林省の法院で、 水事となり、間もなく、吉林寿安氏王友等のもとで、秘書長となる。以後、暗記派の一員として活動することになった。1917年、暗記派の重鎮、ジョジュウの推薦を受け、小正幸は、天津、大広報の経理研編集に就任する。1919年からは、欧州の報道事情視察に赴き、合わせて、パリ講和会議を直接に取材。 報道した唯一の中国人記者となった。1921年春に帰国すると、大広報を離れ、北京の新社会放総編集に転じた。その後、小正幸は、上海に移り、女児層の紹介を経て暗記派のチャンス特軍の栄章の資金援助を獲得し、国危機通信社を創設している。小は、欧州視察で得た知識を下に国危機通信社の組織、 拡充に尽力し、中国国内各地に分社を置く、国内最大の通信社と接しめた。子は同時に自身でも、記事を大量に執筆し、国内での聖望は、いよいよ高まった。1924年8月、小政幸は、中国国民党のハスワへ、反抗点と協力して雑誌、国劇集報を創刊した。翌1925年11月、天津、 大広報が不審のため停案してしまい、同時期には国危機通信社も経営的に苦境に陥っている。子は、ーらの支援を引き続き受け、国危機通信社を天身に移す。さらに1926年9月、子は大広報を復刊にこぎつけ、経理券副総編集として実質的に経営面での最高指導者となり、同時に執筆でも、 精力的に活動した。上記の過程もあって、国民政府時代も、大広報と国危機通信社は、順調に発展を続けた。小正幸は、再現場や古的にも、特集欄での執筆を委ねるなど、記事の質の向上にも尽力している。満州事変前後に、抗日の世論が高まってくると、長期欄小正幸は、科学嗅国、実業嗅国のスローガンを掲げる。 この姿勢については、当初は、小介石へのおもねりや、決定的な抗日の回避とみられ、世論からの評価は高くなく、さらに爆弾テロにまで会うほどであった。しかし実態としては、大広報は、河北における農村の困窮実態などを着実に報道するなど、抗日世論形成への貢献は小さなものではなかった。さらに、日本側の圧力に直面することで、 特に子は日本への反感を高め、次第に積極的な抗日論人を張るようになっていく。1936年4月、河北への日本軍の圧力が高まってきたため、超希乱、小正幸は上海へ大広報と国劇集報を移転させた。翌1937年11月、上海が日本軍によって陥落させられると拠点を香港に移して、 活動を続けた。1941年9月、長期乱が病没すると、子が大広報の舵取りを委ねられることになる。同年12月に、香港が日本によって陥落させられると、大広報を、慶林、ついで重慶へと移転させた。それでも、子は、大広報の事業発展に尽力し、戦中のこの時期から国内再展開と、国外展開の計画。 準備を開始している。これら新聞事業の一方で、小正幸は政治面でも活動が見られる。九百四十一年九月の長期乱の死去を受けて、小は第三期国民賛成解散船員に補充選出され、続く第四期でも再選された。さらに九百四十三年冬には無党派、社会権立ち代表として訪米団の一員となり、翌年九月には、 参政会の延安視察団に加わっている。1945年4月には国際連合の創立式典に参列した。戦後、小正幸は大広報を天津、上海で復刊させ、さらに戦中の準備に基づき大規模な国内再展開を開始した。一方で、重慶で開催された政治協商会議にも社会権たちの身分で出席するなどしている。また、 国境内戦に対するこの反感は強く、国境いずれにも組みさない、不変不当の立場を大広報で示した。これに対して、小介石は大広報の報道姿勢に不満を持ち、記者逮捕などの圧力、弾圧を加えたが、怖くしなかった。内戦の奇数が定まっても、小正幸はやはり国境いずれにも組みすることを拒み、香港での事業展開に転じる。 1949年1月、香港で大広報を復刊し、さらにニューヨークでも各週間の大広報を創刊した。同年4月、小松幸は観光編のため倒れ、上海で療養に当たったが、進行は早く同月14日に死去した。去年61、ありがとうございます。